のどかな集落にくっきりと浮かび上がる前方後円墳。2015年から岡山市が復元に取り組んでいた千束古墳です。千束古墳は全国で4番目に大きい造山古墳の周囲に築かれた古墳の一つで、これまで出土された埴輪も数多く再現され、5世紀前半に築かれた当初の姿によみがえりました。復元整備は先月末に完了し、すでに墳丘は開放されていますが、あさってから一般公開が始まるのが、古墳の南側には石室を見学できる通路が整備されました。石室とは遺体を安置していた場所のことです。通路を奥深くまで進んでいきますと、石室を上から覗けるようになっています。長さ 2.9 メートル、幅 1.8 メートル、高さ 2.5 メートルの石室は香川県や九州の石を積み上げて作られていて、当時の技術力の高さも観察することができます。九州地方からですね、石材やあとは技術者を連れてきて作られたということが考えられます。吉備の王のですね、実力をですね、この古墳を通して感じていただければと思います。石室はあさってから月曜を除き毎日公開されます。